でもないというのじゃないかな。いや、いいよ。言いたくなったらまたいつでも。私は君の味方だからね。そろそろ着くね。近くに車を置ける場所はあるのかな。助かるよ。じゃあ降りる準備をしておいて。お邪魔します。舞さんいらっしゃいますか。お帰りなさい。こちらの方は、はい、帰ってますけど、お仕事がしたいから誰か来たらお出迎えをしてねって頼まれたんです。すみません、すごくて出てこない方が良かったんです。彼は誰なのかな。ああ、そうなのか。それもお母さんか。見ず知らずの子。親切心なんだろうけど、少し行き過ぎかな。まあ、とにかくお邪魔させてもらって直接話を聞くとしよう。まあまあ、先生、すみません、お待たせしまして。娘がいつもお世話になっております。ハリウン・ナイと申します。こちらこそ突然すみません。彼女の担任の国谷和樹です。知ってますよ。4月にこの子が転入するときにお会いしましたものね。直接お話をするのはそれ以来ですね。どうですか、町にはもう慣れましたか。もちろんですよ。ここに戻ってきてから執筆も順調。この子も元気いっぱいですし。それはよかった。やはり生まれ育った町が一番なんでしょうね。それでですね、今日は少々舞さんにお聞きしたいことがありまして、お邪魔させていただきました。ここ数日でこの家にいとこや留学生を受け入れているようですね。そうですね。それについて何かお考えは。賑やかになっていいですよ。このお家、私たち3人にはちょっと大きすぎますからね。そうだけど、住んでみたら広すぎたんだもん。意地悪ね。舞さん、高校生というのは多感な時期です。もう少し彼女の気持ちにも配慮してはどうでしょう。その証拠に私とこの子、とっても仲良し親子ですから。まあ確かにお二人の関係は非常に良好なようですね。
本日はお時間を設けてくださってありがとうございました。私はこれで。はい、楽しかったです、先生。そうですか。これからも娘のこと、それからルイザちゃんのこともよろしくお願いしますね。ええ、もちろんです。では、失礼いたします。なんと言えばいいのかな。のれんに腕押しとはこんなことを言うのかな。結局、七星くんたちのことはうやむやに流されてしまう。しかしこれではますます心配だな。このまま君を放っておくわけにはいかない。担任としての立場から逸脱してしまうかもしれないけれど、これからしばらくはまめに君の様子を見に来ようと思う。何かあったらすぐに言いなさい。できる限り力になるよ。やあ、おかえり。今帰りなのかい？いや、さっきまで観察。ごきげんよう、プニテル先生。そうですのよ。同じ留学生同士、親睦を深めるべくいろいろ話し合ってきたところです。なんだ二人とも急に。七星さん、そうですわよね。そうだな、七星。それで先生はどうしてこちらに？先生もここに住むのか？急だけど家庭訪問をさせてもらったんだ。今舞さんと話し終わったところだよ。何の話を？俺たちは正式な留学生です。先生がご心配されるようなことはありません。まあそうだね。私の個人的な相談事だよ。同じくこれは君たちに個人的なお願いなんだけれど、あまり彼女を困らせないように。もう先生、それは誤解です。私たち仲良くやっていますよ。それならいいんだ。みんなそれぞれ日本での生活を充実したものにするようにしなさい。それじゃあ私はこれで。みんなまた来週学校でね。ダメです。何やってるんですか、瀬尾さん。残念、見つかっちゃった。スバルさんから出てね。もうちょっとで彼女にあんなことやこんなことができたのに。何をする気ですか。そんなこと僕が許しません。俺も許さない。七星さん、殺気が隠れていなくてよ。怪しい気配がしたの、ここの真上から。ルイザじゃないか。あ、俺はここにいるぞ。あら、いらっしゃいましたね。それじゃあ何だったのかしら。私が気がついたその一瞬で消えてしまったけれど。あの、確
かめてみればいいんじゃないですか。誰もいませんね。やっぱり気のせいだったんじゃないでしょうか。怪しいというよりも、何というのかしら、まるで霞のような気配だったわ。あんなもの初めてよ。何者なの？しかし、実際にはいないわけだ。気のせいだったんじゃないか。みんな、何を騒いでるの？早く寝ないとダメよ。そうね、ごめんなさい、騒ぎ立ててしまって。もう休みましょうか。あの、今度は彼女の部屋に入ったりしないでくださいね。わかってるわ。じゃあ、おやすみなさい。なんだあの女、やけに勘のいいやつだな。今日のところは引き上げるか。行くぞ、トドロキ丸、アカツキ丸。おはよう。おはようございます。ルイザは出かけた。セオは寝てる。セオさん、ゆうべすごく夜更かししてたみたいですよ。食べる？七星ちゃんたちはもう食べたわよ。ゆうべ電話があったわよ。ここ2、3日は研究所に泊まり込みですって。ごめんなさい。おはよう。あの、おはようございます。あなたの、ねえ、あんたこれから時間ある？
皆さんもこの子のことお借りしていいですよね。いいわよ、のんびり遊んでらっしゃいな。じゃ決まりね、さっさと支度しておいでよ。カフェでじっくり話でも聞かせてよね。一体あんたの家では何が起こってるの？千秋ちゃん、声が大きいよ。花子だっておかしいと思ったでしょ。なんで森泉先輩までいるのよ。聞いてません。ねえ、大丈夫なの？森泉先輩、あんたのこと狙ってるんでしょ。それに、さっきの金髪の人は？親戚の人なの？怪しいわね、その意味。本当は何なの？宝石を狙って現れた刺客ってことなの？で、瑞穂さんは行き倒れて、そんな人を拾っちゃうなんて、まあ舞さんらしいというか、なんというか。でも本当に勘違いなのかな。3人の人が一斉に同じ勘違いをするなんておかしいよ。そう？同じ情報源を頼りにしたならありえるんじゃない？だとしたら、どうしてそんな情報が流れたのかってことも問題だよ。もしかしたら、あなたを陥れるために七星先輩たちに偽情報を流した人がいるのかもしれない。どこかで恨みを買ってるとか。恨みなんて知らずに買ってるものだしね。とりあえず、あんた本当に持ってないの？猟奇石以外の宝石。意外なものがそうなのかもしれないよ。家にある置物とか、小さい頃に拾った石とか。話が進まないわね。じゃあ、あんたが持ってると仮定して、先輩たちはそれを奪ってどうしたいわけ？ルイザ君は宝石として狙っていて、森泉先輩と七星先輩はエネルギー機関として狙ってるってことなんだけど、それ本人たちが言ってるだけで本当のところはわからないじゃない。そうだね。で、本当に素直なんだから、ますます心配だわ。さっきの偽情報を流した奴が本当にいるとしたら、疑わしいのは先輩たちよ。あんたを殺したいほど恨んでて、そんな話をでっち上げてそばにいるのかもしれないじゃない。でも、こんなこと言いたくないけど、殺したいのならそばにいないでさっさと、そのやっちゃうと思うけど。